1987年に遠洋トロール船として建造された日進丸は、全長129メートル、総トン数8145トンの世界唯一の捕鯨母船です。今日、母港である因島で最後の出港式が行われ、日進丸の乗組員や家族、関係者などおよそ200人が出席しました。日進丸は1991年から南極海などで調査捕鯨を続け、2019年に日本で商業捕鯨が再開してからは、北海道や三陸の沖で捕獲してきました。日進丸の航海は、これが最後の航海になるんですが、我々の気持ちは変わらずですね、やはりいいクジラ、いい製品を取って安全第一で戻ってくるというのが一番の宿命ですので、そこを今回も全うしてこようと考えております。日進丸はニタリクジラとイワシクジラを捕獲し、今年11月に下関に入港した後、36年の歴史に幕を閉じます。